PM10 のサロン喫茶シュビー。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの井上俊です。今、結構過酷な状態で山に登山に来てます。結構もう半分ぐらいいた、半分ぐらいまで来たんですけど、なんかさっきおじさん一人とすれ違って、あと1時間ぐらいで山頂だよみたいな、でも多分まあこのスピードで行くとあと1時間半ぐらいかかるかなみたいな、滋賀県のブナーガタケっていうところに来てます。一人で来てるわけでは。なんかいつも登りやすいですね。確かに。アーサーメントスと来てます。メントス。イエーイ。普通。普通。どうですか。過酷ですか。いやー、まあさっき聞いた1時間半、1時間くらいっていうのが案外、まだそんなあんのって感じですね。もうちょっとなんかなだらかな感じかなって思ってたんですけど、結構きついよな。結構きつい。もっとなんか何回か登ったことあるけど、なんかもっと山登り向けの山ばっかりやったから、うん、いやほんまの山登ってるなって感じ。そうそう、なもうちょっとしたらなんか事前に見た写真でなんか天空の城ラピュタみたいな、そのそこに続く道みたいな感じにすごい開けたところがあるんですけど、そこを見たくてここにしたんですけど、まだまだみたいですね。ちょっとだって多分まだ、ほんまや紅葉してる。でもあそこだけ、もう何メートルぐらいだこれ。方向で言ったらもう100くらいしてる。100ぐらい、いやもっといってる、何個かあると思う。うん、結構急に登ってきた。なんか今ちょっとそうですね、台風があってこのちょっと前に、それで道も結構荒れてまして、だからまあいつもよりはちょっと過酷な、状況なのかなと思います。じゃあ、あ、看板、雪が積もってるルートとむせつきルート、こっちは積もらへんねや。うん、ていうかまああれや、山の積もってる時はマシッツやな、マシッツしかないけど、ね、うん、だいぶ歩きやすくなった。登山はそんなに自分はしたことはないんですけど、なんか登りたいなと思って、なんでか分かんないですけど、それで今日来ました。だいぶ道が開けました。うん、
さっきはなんかもう道が道という言えない道でしたけど、これも道なんかって言われたら見えない。そうやな、これも道じゃないな、多分こう川通ってた。やべえ、ただ紅葉がすごい。うん、まだかな。まだこの景色でもない。まだぽよ。これも結構絶景やけど。絶景絶景。絶景はちょっと言い過ぎか。うわ、なんか綺麗これ。こうなんかこの感じ綺麗。この光と影のハーモニー。最近ロサンゼルスどうすか。なんか変わったことありました？実は俺ロサンゼルスじゃなくなってん。え、そうなん、どこ。今はベルサイユ宮殿の近くに住んでる。ボンジュール。フランス。そう、フランス。 なんか、あ、心境の変化。なんか、いや、なんかフランス料理食いたいなと思って。あ、なるほど。なんか結構軽いな。まあ、フランスは自由を愛する国やから。なるほど。じゃあ、じゃあっていうか、アーサー・メントスはロサンゼルス在住と言いましたけど、フランス在住になったと。この1ヶ月ぐらい会ってなかったんですけど、この間にちょっと変わったみたいで、アーサー・メントスはフランスです。うん、気が向いたらまた違う国に行くかもしれんけど。結構あれか、放浪癖があるんですか。まあ、そうやね。毎日ブラブラよく遊び歩いてるし。なるほどな。やっぱアーサーメントスはなんか違うな。その一応まあ中学から知ってるんですけど、その頃からまあなかなか違うなと思ってたんですけど、やっぱりなんか違いますね。常人ではないというか、まあ常人やったらあんまり多分食いつかなかったんですけど、そうですね、やっぱりすごいな、きついな。俺らこの人に2時間あるけど。そう、もう2時間そうそう、さっきまで目印のテープがあったんですけど、あった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  あったか。え、ありました。陸と陸海は制覇 したんで、次は空、空、空、多分次回は空の時にメントス来るかなと思います。ちょっとまだ天空の城ラペタ道が出ないんですが、ちょっと、頑張ります。おお。In all the places I have seen, they all felt like a home. Every day is a new scene outside my comfort zone. And all the girls are calling me the one who got away, got a song to play. I've been soaking up the sun and I've been walking through the rain. Started singingStars, and the music has taken me far. Just me and my guitar.
I've seen the world from every corner. Gone from north to south, crossed every border. Yeah, I've learned to fall in love with every season. I have seen, they all felt like a home. Every day is a new scene outside my comfort zone. And all the girls are calling me the one who got away, who got a song to play. I've been soaking up the sun and I've been walking through the rain. Started singing just for fun sometimes to take away the pain. I've been dancing in the moonlight, slept underneath the stars. And the music has taken me far, just me and my guitar. Me and my guitar. Like a bird, flying free, flying high. Round the world, more to see, the limit is the sky. I've been soaking up the sun and I've been wandering through the rain. Started singing just for fun sometimes to take away the pain. I've been dancing in the moonlight. うわっすっげえこのラピュタ感。すごくない？うわ、怖っ。今、この、ここ怖っ。PM10 のサロン喫茶スビ。走ってきてね、このめっちゃ怖い。こっちもうちょい先端立ってみて。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備。そろそろエンディングの時間です。はあ、もうちょっとで山頂です。やばい、めっちゃきつい。3時間ぐらいで山頂。まあまあそんなものかなと。だいぶ過酷でした。一回山を、一つの山を登ってから一旦下山して、でもう一回この山頂に登るという。でそこに天空の城ラピュタ道があったと。いや、めっちゃきついけどめっちゃ綺麗やったです。めっちゃ綺麗でした。あと20歩ぐらい元が。あと50歩ぐらい。うわ、8。ほぼ喋れないですけど、ちょっと紅葉もいい時期で、すごく赤く黄色く
なってます。あとちょっと、琵琶湖がここまで見えたらしい。そして山頂、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 あの、あれ踏んだら山頂。そう、来た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 、なかった、意外になかった。何メートルあれば、なかった。1214メートル、あの、船ヶ岳山頂到着、到着です。無事です。おいおい、やば、船ヶ岳山頂標高1214メートル、いや、すごい、着きました。琵琶湖がひどいなすごいね。BM10 のサロン喫茶守備。今から下って下山で帰ります。超良かった、本当に来て良かったです。メントスは、はい、良かったですけど、帰りのことを思うと気が重いです確かに下山がなんかきついって聞くんで、そうですね。憧れメッセージとスピスピメッセージをお待ちしています。スピークスピークでは質問や悩み相談など送ってきてください。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでのお相手は井上俊とメントスがお送りしました。 That's the way。